エルキュール・フランソワ・ド・フランスは、フランス王・アンリ2世と、王妃、カトリーヌ・ドメディシスの息子。フランソワ2世、シャルル9世、アンリ3世、および、スペイン王妃、エリザベート、ロレーヌ・公妃、クロード、ブルボン・アサのアンリ4世妃、マルグリットの弟である。1560年に、エブルー五1566年に、アランソン五1576年に、 アンジュートゥーレーヌ公、ベリー公に除されたが、アランソン公の称号でしばしば呼ばれる。長兄フランソは2世以下、3人の兄は次々と若くして王位については、死死なしに創生しており、3番目の兄アンリ3世が1574年に即位した際には、王位継承権者の筆頭となったが、アンリ3世に先立って1584年に死去した、ため、 成長した男子の兄弟のうち唯一大いにつかず、姉妹であった。アンリ3世は5年後の1589年に暗殺され、王家としてのバロア家は断絶することとなる。80年戦争初期の指導者オランニエコーウィーレム1世は、アンジューコー・フランソワに対し、ネーデルラント連邦共和国の前身となる、ネーデルラント北部諸州連合の君主位につくことを要請していた。また、 イングランド女王エリザベス一世との結婚の交渉が進められていたことがある。1579年にアンジューーフランソワは求婚のため来英へしてエリザベスと面会しており、エリザベスは彼が噂されていたよりはそれほど見にくくはないので、カワズの愛情をつけた。エリザベスはこの求婚を真剣に考慮していたようで、アンジューーが彼女へ送ったカワズ型のイヤリングを身につけている。 カトリックのフランス王族との結婚には反対論が非常に強く、結局この演談は成立しなかった。1584年にアンジューコー・フランソワは若くして死去し、この方を受けたエリザベスは悲しみもに服した。ジョン・ダウランドのリュート曲、カワズのガリアルドのタイトルのカワズとは上述のあだ名であり、この曲はアンジューコー・フランソワとエリザベス女王のヒレを題材にしている。 ありがとうございます。